せーの、ピ。あれ？光らん。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はデアゴスティーニさんの作って集めるスヌーピー&フレンズの第2回、アメフトということで、こちらはスペシャルフィギュアボックスコレクションということで、通常のスヌーピーの組み立ての別のオプションになります。こちらはですね、別売りになっておりまして、探索団の野田ぽんさんが送ってくれました。ありがとうございます。お、なんかいろんな芝生、こっちが芝生、こっちも芝生、そしてちょっと大きめのスヌーピーが入っております。ヘルメットかぶっちゃう、かわいい。赤、こちらはもう1回で完成、これで完成になるものなので、盛りだくさんで入っております。壁か。おお、いっぱい出てくる。さすが盛りだくさん。もっと、はい、で LED が入っちゃって、基板があって LED の長いのと短いの、浮かせるタイプ、ストローみたいなやつがついちゃって、でじゃん、あ、隣にウッドストックがいる、かわいい。え、どうやってくっついてんの脇に挟んで走ってる感じ。ジャンプしてエアーでこう、いや違うな、アメフトってどんな競技だっけ。まずラグビーだと思った。ラグビーでなんかタッチみたいな状態かと思ったけど、アメフトってどんな競技かな。はい、かわいいスヌーピーが入っておりました。とネジ止めします。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。はい、それではまずこちらの床に奥の壁をひっつけます。ここの長さが違うけん、こっち長い方が上なので、こう、これで接着剤つけます。ピッ。そしたら横の壁ひっつけます。これが上になるようにして、こうだね、 OK。 じゃあこっちもこれが上になるようにして、こう、アメフトを芝生でしてるんですね。ラグビーは芝生だっけ、サッカーは芝生だよね、野球は芝生じゃないよね。はい、そしたら奥の壁を作ります。これじゃないわ、これだ。向きはこことここが重なるけん、この中入れていこうか、接着しません。で、横も長い方が下なるけん、こっちかな、こうだ、こうしてこう、もうできた、ぴったり。ここの穴とこの穴にこれを入れんといけんけん、結構難しい。しかもここにも穴があって、ここにも入れんといけん。まあその分がっちりするんですけど、結構入れるのが難しい。お、がっちり。そしたら
ネジ止めします。もうね、あとスヌーピーつけて天井つけるだけなので、単純っちゃ単純ですね。なんかね、2種類あって、長いの2本、短いの2本あって、長いネジ、長いネジを左右の壁、奥と手前にあって、ネジ締める場所がちょっと難しいね。長いネジを使いますよ。左右の外壁の長いタブに締める。だから左右の壁の長いネジ、長いタブってことは下だ、下に入れます。奥ですね。OK。 はい、だいぶ箱の形になってきました。そしたらこのストローを、ストローって言ってもめっちゃ硬いんだけど、これをこの脇腹に、痛いですけど、あ、いたたたたた、ブスッと刺します。そしたらここにブスッと刺して、じゃーん、浮いてる感じになりました。この浮いてる時のこの影がいいよね。下の影が、うん、いい感じです。かわいい、喜んでるから。今点数取れてんのかな、勝ってんのかな。じゃあ天井作ります。天井が毎回難しいんだよね。もうやり方は分かってるんだけど、うまくできない。まず長い方をこうするんですけど、その時になんか前回これ作った時に、黄色がここから見えてないとダメだよって言われて、ほらこれ全然黄色見えてなくて、ちょっとこれちょっとね、今からやり直しますけど、じゃつけてみますよ。ピッ、オン、パチ、あー全然光ってない。ここ、この穴から光らんといけんで、相当ずれてるよね。ちなみにこれも半分ぐらいしか出てないので、ちょっとこれやり直しかなっていう感じです。じゃあこっちに合わせてつけたんだけど、それじゃあダメで、こっちに、あ、てかどこに合わせたらいいんだろう。これはこうなんだけど、すでに全然合わない。あ、入った。ちょっとここに印つけてみようか。こことこことここ、こことここ、あ、ちょっとついてないけど、ここにあるけん、このラインに合わせてこの黄色いのを置かないといけないのかな。なんか特にその辺の説明はないんだけど、ここですね。ということはこのラインのところにこの黄色い光が来ないとダメですね。はい、じゃあこの青い両面テープを剥いでつけます。はい、じゃあこっちも同じくこのラインに合わせていきたいと思います。はい、できました。そしたらこの基板をちょっと待ってよ。
この12番の接着用コードっていうのがあったっけ？なくない？一番欲しいやつ。あれ？入ってなかった？入ってないよね。箱には何もない。どうしよう。とりあえずこれはここにくっつけちゃおうか。うん、こっちですね。これが右側に来るようにして、こうで短い方のネジで留めます。あんまりこの基板には触れないように。OK。で、ここで点灯テストしてからこれをはめるんですけど、あ、これか。これはさっきついてたやつだと思うけど。まあ、いっか。はい、じゃあこれで点灯テストいきます。せーの、ピッ。あれ、ピコロン。せーの、ピッ。あれ、あ、これをここに通すんかまだ何も通ってなかった。これをひっつけます。これひっつけんとダメでしょ。焦った。はい、じゃあこれでやってみます。せーの、ピッ。おー、眩しい、光りました。多分場所的にも良さそうですね。 OK。 よし、じゃあこれで蓋します。これ最初からついてたんだっけ、どうだったっけ。あれ、なんか入ってなかった気がするな。よし、では接着剤を少しつけて固定します。これが難しい。できた。最初仮でここパチってやるとちょうどいいかも。よし、まだねこれから何回もあると思いますので。そして接着剤をここにつけて、つけますね、天井。じゃあここにはめます。できた。はい、それではこれが外れるかやってみたいと思います。多分ね、接着して…お、いけた。接着してなかったのかな。お、すんなり、お利口さん。お、外れた、よかった。はぁ、めっちゃずれてる。これ、一応どうなんだろう。これ外れるかな。一応これはね、もうちょい右って感じだよね。ほら、ここにラインがあって、もうちょい右って感じだよね。接着剤がね、結構強力っぽくて、べったり貼り付いてるよね。わあ、粘着すごい、これ。この粘着すごい粘着。これ見えんか。これ無理かも。地道に、あ、いけるかも。あ、でもビリッといきそうだね。ここから、わ、いけた。はい、いけました。とりあえず練習でこれを直す。長いのは本番。ここの辺だね。
ていうか今までの LED 大丈夫なんかな。何にも気にせず貼ってたわ。ちょっと綿棒でスリスリさせてもらって、よし、これですね。問題はずれまくっている。しかしみんなよく気づいたね。あ、いけた。せっかくこんな細かくやったのにね。じゃあここですね。こことこと、こ、よし、じゃあちょっと光らせてみます。ピッ、いきますよ。パチッ、おー、いいね。で、これで、ん？あ、違う、逆だ。ここね。お、お、どう？あ、いいね。 OK ですね。よかった。皆さん教えてくれてありがとうございます。本当に私ね、これ動画にしてなかったらね、何も気づかずこれで完成してるところだよね。それから他の方の参考になれば嬉しいです。ああ、私も実はやっちゃってるかもっていう人が世の中にいると思う、絶対。でもこの番外編でお伝えするのはどうだったんだろうね。いっか、きっと見てくれるでしょう。一旦外して、あとをつけ直して、この3点を最初にやって、最後にここで微調整。あんまり無理やりするとさ、やばいよね。よし、できた。うん、いいじゃん。はい、じゃあリカバリーはこれで OK です。これはこちらの天井になります。こっちでもいいし、こっちでもいいと。はい、皆さん教えてくれてありがとうございました。はい、では今日はこちらのモダポンさんが送ってくれたアメフトのシーンを作りました。ありがとうございました。このアメフトなんですけど、日本ではアメリカンフットボールということでアメフトって言ってますが、アメリカでは特にアメリカンはつかずにフットボールっていう名前なんですけど、このアメフトはもうずっと、このピーナッツっていうスヌーピーの物語を書いているシュルツさんっていう人がもうフットボールの話題をずっと書き続けてるんですけど、このフットボールはアメリカで最も人気のあるスポーツの一つだったんですけど、毎回ルーシーがこのフットボールをここに置いて、でこっちからチャーリー・ブラウンがこう走ってきて蹴ろうとするときにルーシーがボールを避ける、そして蹴ろうとして転ぶっていう、このシーンをずっといろんなバージョンで書き続けてたみたいなんですけど、ちょっとネタ切れになってやめようかなと思ったらしいんですけど、ですね、このカリフォルニア州のロナルド・レーガン元大統領さんがこれが一番気に入ってるエピソードだっていうことで褒められたこともあって、シュルツさんはずっとそのシーンを毎年秋に書き続けたそうです。で、フットボールの時にはルーシーはチアガールとして踊ったりしています。そしてスヌーピーはすごいフットボールが上手で、ウッドストックにフットボールをずっと教えてたそうです。そして一緒に練習をみんなでしていたみたいです。はい、じゃあ最後に光らせてみましょう。いきます。3、2、1、パチッ、おー、いい感じでね。結局ね、ちょっと巻き戻してみたんですけど、これ入ってなかったですね、この線。ここに接続用のコードってあったんですけど、これはね、入ってなかったです。まあ一応ここに1本あるので今のとこ大丈夫ですけど、どうしたらいいかなー
と思っています。これだけなんかデアコさんに頼んだら送ってくれるのかちょっとよくわかりません。はい、ということで最後まで見ていただきましてありがとうございました。今作っている場所はですね、おお、まあいいか、まあいいかとか言ってここになるみたいです。ここで差し替えができる場所みたいです。はい、スヌーピー&フレンズの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そして探索ではしょっちゅう模型作りの生配信をしています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら、あ、やばいかな、力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちゃうよ。これもね、これこの辺とかもね一緒に光らせれたらいいけどね。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またねー。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。